公明天皇、公明天皇、公明天皇、1831年7月22日、天保2年6月14日から1867年1月30日、慶応2年12月25日は、第121代天皇、在位、1846年3月10日、硬化3年2月13日、1867年1月30日、 慶応2年12月25日、忌名は、とう、ひおっさひと、人工天皇の御子、明治天皇の父。1831年7月22日、天保2年6月14日、人工天皇の第四、御子として誕生。広しぐ広の宮と命名された。伝約、養育係は、この枝だひろがつき。 1835年7月16日、天保6年6月21日直。1835年11月8日、天保6年9月18日、新納宣言により、当人新納となった。1840年4月16日、天保11年3月14日、立大使の儀が行われ、皇大使となり、1843年、天保14年には時効に、 中沼良造を迎えた。1846年2月21日、硬貨3年1月26日、任工天皇が崩御。3月10日、硬貨3年2月13日に戦争した。1846年10月19日、硬貨3年8月29日、幕府へ解剖強化及び対外情勢の報告を命じ、幕府は異国戦の来航状況を報告した。 翌、1847年4月23日、高歌4年3月9日、学習所、学習院の開校式が行われた。6月8日、旧暦4月25日、岩清水臨時罪にあたり外エビスを打ち払い、司会性筆を祈った。10月31日、旧暦9月23日、即位の大礼が行われた。十一月四日、旧暦九月十七日、 将軍である徳川家義、聖師である徳川家貞の名代が京都諸市大の坂井忠義と参加した。大師の改元は1848年4月1日、高下5年2月28日に行われ、言語は華営となった。また、時効の中沼良蔵を学習院の受官に任命した。1850年5月19日、華営3年4月8日に、 万民安楽、法祖長級の祈りを七社七次へ命じた。1853年、加英六年、徳川家定の将軍宣言の直視として下校した三条、佐熱務は、安倍正宏より栄慮があれば不がそうようにすると説明を受けた。1854年3月31日、加英七年3月三日、日米和親条約が締結された。五月二日、旧暦四月六日、 大理が炎上した。黒船来港、大地震、改元後も、大地震が続発し一連の地震は、安静の大地震と呼ばれる、大理炎上と続いたため、1855年1月15日、改元3年11月27日に元号を、安静と改元した。1858年2月27日、安静5年1月14日。 日米修航通商条約の調印直教を得る目的で、堀田正俊、以下、堀田老中が上京するため、この江田博、高塚佐助博、三条、佐熱務の三大臣を呼び、偽装、武家転送へ開国か鎖国か加紋をした。三月十日、旧暦一月二十五日には大納言以下像、人道以上に範囲を広げ加紋をした。しかし、大勢は開国に、 賛成とも反対とも決められず、結果は、神戸一はにて決める、定験なしであった。大公、高塚紗正道、以下、高塚紗大公と、関白、九条久忠、以下、九条関白は、共に内乱に認じられ、政務の補佐に当たっていた。徳川成明の義系であった、高塚紗大公は、開国論を主張したが、公明天皇は入れなかった。三月二日、 旧暦1月17日、球場を関白へ下した、新刊には、私の代より、火曜の儀に、愛なり総郎手は、後々までの恥の恥に総らわんや、それについては、伊勢始めところは、恐縮少なからず、先代のお方々に対し不幸、私、一心置くところなきに至り総郎間、誠に心配つかまつりうとある。3月10日、 旧暦1月25日の新刊には、堀田老中が上京して演説しようと、開始開講は認めないし、ましてや機内禁国では言うまでもないと述べている。4月5日、旧暦2月22日、朝廷は直去を創生した堀田老中に対して、改めて終論一話の上で直去を求めるように沙汰をした。堀田は、 幕府が保障するため直教をもらいたいという当初を4月18日、旧歴月5日に提出した。この頃には、開国反対の立場にあった九条関白は、幕府法へ転向した。逆に内乱を辞していた高塚佐大公は、開国論であったはずが、開国反対へ回った。九条関白は、直党案を起草するが内容は幕府への白紙認であった。 直当は長期を経て4月27日、旧暦3月14日に、堀太郎中へ下すことになったが、4月25日、旧暦3月12日、88人の苦行が、列3という事件を起こし条約直去へ反対の意思を示したことで、公明天皇も最高を示唆した。公明天皇期では、小賀の県通りが4月24日、旧暦3月11日に、 工作以来の直所を受け取って、原重徳、岩倉智美と共に行動に移したとされる。5月3日、旧暦3月20日、堀太郎中は、御三夜及び、大名の意見を取りまとめ再送するようにとの沙汰をした。7月29日、旧暦6月19日、幕府は、日米修行通商条約に調印。この条約調印に関する報書は8月6日。 旧暦6月27日に京都へ着き、朝廷では表議が開かれたが、公明天皇は大変怒っていた様子であったと旧城関白が日記に書いている旧城関白自身はこの会議へ出席しなかった。翌8月7日、旧暦6月28日の表議で旧城関白に下した新官は上位の意思をしていた。驚愕した一同は関東より五三夜、 大老、井伊直助を上京させ事態の天末を説明をする段取りをつけるとして監視した。8月14日、旧暦7月6日に大老と審判の状況を求めた直所が江戸にいた。幕府は8月15日、旧暦7月7日に、井伊大老は多忙のため、御三夜の当時は処罰したため状況はできないので、坂井忠義以下、坂井諸次第と真鍋昭勝以下、 学べ老中を上京させるとした当初を作成し、8月17日、旧暦7月9日に京都へ送った。その一方で8月19日、旧暦7月11日に日露修行通商条約、8月26日、旧暦7月18日に日英修行通商条約直行がないまま調印された。8月30日、旧暦7月22日、 この江田田広に、再び上位の意思を示した新刊を下した。九月十一日、旧暦八月五日、この江田田広、高塚佐助広、一条忠か、三条佐熱武に対し、自身が出した五首位小関東へ送るように命じた。内乱の権限を持つ九条関白が、町議に出なければ直所は成立しないため、この江らは九条関白へ交渉し、 具体的には9月13日、旧暦8月7日の町議のため三代を求めた。しかし九条関白は三代をしなかったため、このエラは町議における内乱を経ないで幕府と三途藩へご新書を出すことを決定した。九条関白は自己承諾をしたが直所へ勝手に転証をつけた。この直所は土の絵馬の密直と呼ばれる。9月2日、10月8日、 幕府よりの休場を関白へ辞職をせよとの打ち直を出した。九月二日、十月八日に辞表を受け取り、四日、十月十日に内乱自体の直去を下した。幕府よりの当初を隠してきたこと、天書の偽造が露見したことによる。九月十七日、十月二十三日に、真部老中が上京。水戸藩士の宇飼基吉左衛門、宇飼岐基吉。 高塚紗屋所大部の小林義則が捕獲された。10月19日、11月24日、九条関白の辞表を取り下げ、内乱に任じた。10月25日、徳川家持の将軍宣言が行われた。10月24日、11月29日、真鍋老中が参大したが、公明天皇は失業しなかった。九条関白らに対して、真鍋老中は、 無断調印に関し、幕府の本意ではないこと、海岸の防備を固めて、国力がついたら和泉のどちらかを選ぶものと言い訳をした。11月9日、12月13日に、新刊で、海国は日本国の課金であり、承知はできないとする意思を伝えた。学べ老中は、三代を繰り返し言い訳を続ける一方、皇族や苦行の家臣を逮捕させ続けた。 12月24日、1859年1月27日、学ー老中を散大させ、鎖国に戻すという説明に真珠評価したという、直書を下した。12月30日、2月2日、学ー老中は寄付の許しを得たが幕府は、宮や区業を処罰す方針を固めていたので、すぐには実現しなかった。安政6年1月10日、 1859年2月12日、幕府と九条関白からの圧力により、この江田弘と高塚佐助広が時間落職、高塚佐大公と三条佐熱務が落職を創生した。公明天皇は九条関白へ幕府と掛け合って、もらいたいと新刊を出したが、2月5日、3月9日に、堺所次第から九条関白へ伝えられた幕府の、 内命には四校の時間落職だけでなく、少連院門後孫遊方親王一条忠だからへの処分案もあった。その後も2月17日、3月21日に休場関白を通じて落職回避を幕府へ要請したが拒絶された。3月28日、4月30日に時間は直挙を下したが落職を決めずにいると、境所次第からさらに圧力を加えられ、 4月22日、5月24日に落職の直去を出した。8月12日、9月8日、幕府は朝廷に対して、金五千両を献じ、設計以下の道場へ金二万両を送り、8月15日、9月11日、九条関白には、功労に報いて、過六として、戦国を活動した。 落職した三条三年粒は府中不自家の人が恩賞を受けるのは実に短足に耐えざること、時世悲しむべし、悲しむべしと日記に残し、その一ヶ月後に遊居先の一条寺村で没した。1860年6月1日、万円元年4月12日、幕府の命を受けた堺将次第は、和宮の将軍家効果を創生した。これに対し6月22日、 旧暦5月4日付で、校歌の願いを拒絶する新刊を下した。堺書次第は6月29日、旧暦5月11日に独断で再度創生したが、7月7日、旧暦5月19日、再び拒絶する新刊を出した。堺書次第より報告を受けた幕府は、老中連盟で採用願書を提出、7月21日、旧暦6月4日に上奏された。 官業院の成果、橋本家は、元大奥上老年寄りの勝光院の説得を受けた。公明天皇は、鎖国と上位実行の条件をつけての承知の意を示した。8月20日、旧暦7月4日、幕府は、降下について3度目の創生を行ったが、具体的に鎖国上位実行の制約を含まなかった、ため、却下された。9月14日、旧暦7月29日、 堺諸次第は、幕府の修正創生を出し、今後78か年ないし10か年の中で、その時の情勢に応じて、応接を持って、引き戻しか、眼下を振って、政党を加えるかを取ると制約した。これにより、孔明天皇は直挙を決断したが、党の和宮は、繰り返しの節油にも折れず効果を拒否した。九月十九日、旧暦八月十五日に和宮はついに効果を、 受諾し、12月26日、旧暦11月15日に、江戸城に入った。大木町三条佐根なるを通して建築された、長州藩の長井画学の公開演略策が可能され、1861年7月9日、文久元年6月2日、長州藩主、毛利義親は、女勢の和歌を賜った。12月、旧暦文久元年11月、 薩摩藩の島津久光と島津重久が、この江忠田を通じて、家来の中山兼義を京都へ派遣し、状況のために勅命を求めてくるが、入れることはなかった。しかし、12月から翌1862年1月、旧暦12月に、漁政の和歌を下した。1863年4月から5月、文久3年3月に、 家持が上落してきた時は上位の勅命を下し上位祈願のために鴨神社や岩清水、八幡宮に行行した。もっとも行行が孔明天皇自身の意思であるか疑問が存在する。孔明天皇は1863年6月8日、文久3年4月22日付の中川の宮宛ての書簡で5月27日、旧暦4月10日の岩清水。 やわたく行行について、体調不にもかかわらず三条をみみらに、無理にでも法連に乗せると脅迫されたと告白し、同年の八月十八日の政変直後に出されたと、見られる日付不明の二条、成行、中川のみや、このえただひろあての書簡では、表に潮位を、愛律公などなどと、猿高徳とも、真実陳の主意不創立、誠わがままかより出る営業のみと述べ自分の死にとは、 異なる直後、大和行行の直が作成される現状を嘆いている。その後、幕府、一衛僧、薩摩藩、長州藩等の諸藩、公家、志士たちの権力をめぐる争奪戦に巻き込まれていくと、孔明天皇自身の権威は低下していくことになった。1865年、慶応元年、上位運動の最大の要因は、孔明天皇の意志にあると見た。 諸外国は艦隊を大阪湾に入れて条約の直径を天皇に要求したため天皇も事態の深刻さを悟って条約の直径を出すことした。だがこの年には実際には宮中のみに止まった者の,の西洋医学の禁止を命じるなど保守的な姿勢は崩さなかった。このような状況の中で次第に後部合体の維持を望む天皇の考えに批判的な人々からは 天皇に対する批判が紛失するようになる。第二次長州征抜の勅命が下されると、大久保利道は、西郷隆盛に宛てた書簡で、非喩勅命派勅命に、ユーラス公と抗言し、岩倉と美は、国内諸派の対立の根幹は天皇にあると、案に示唆して、公明天皇が天下に対して謝罪することで、信頼回復を果たし、政治の刷新を行って、 朝廷の求心力を回復せよと記している。こうした中で1866年10月8日、慶応2年8月30日には、天皇の方針に反対して追放された公家の復帰を求める、停二22強烈3事件が発生し、その後薩摩藩の要請を受けた、内大臣、この絵たださが天皇が下した22強に対する処分の是非を正そうとしたことら、 天皇がこの絵に対して、元服以来の簡易昇進の宣言をしたのは誰か、そう喜び、御霊の三代はどこで行ったのかと求断する書簡を突きつけている。1867年1月30日、慶応2年12月25日、在位21年にして崩御。放散37、万35歳を打死因は天然痘と診断されたが、多殺説も存在し、 議論となっている、下記三章。任工天皇の第四巫子。実母は、大木町実のの娘、任工天子の藤原雅子、新体験門院。養母は、左大臣、高塚佐聖弘氏の娘で、任工天皇養母の藤原義子、新作平門院。正妃は、九条久忠の娘、九条麻子。 一戦一元の生、生定前の最後の天皇である、孔明天皇と漢風死亡が送られた。送り名を持つ最後の天皇、明治天皇以後の追号も、死亡の一種とする場合もあるが、厳密には異なる。関西者は八条高助。三笹岩、宮内庁により、京都府京都市東山区今、熊野泉山町の千入寺内にある、五月林東山領。 後の月の輪の東山の三笹に事情されている。宮内庁上の形式は延休。孔明天皇の埋葬にあたっては、文久の修良事業で活躍した三領奉行、戸田忠之の権限を受け、従来の仏式葬の石頭から古式に改められ、歴代天皇墓所の仙入寺裏山に、円墳を模した原料が築かれた。ただし、葬儀そのものは、 潜入時において、仏式で営まれた。歴代天皇で最後に、仏式で葬儀が営まれた天皇となった。皇居では、高齢殿、宮中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に祀られている。また、平安系最初の天皇、官武天皇を祀る平安神宮へ、平安系最後の天皇として1940年、昭和15年、 後期2600年に合祀された。その他、愛知県武豊町の玉箱神社に祀られている。1855年、嘉永7年、途中で安政に、開元に代理が消失した際は、翌年の再建までの間に、五位院や京久邸を仮御所としていた時期もある。1867年1月16日、慶応2年12月11日、 風邪気味であった、公明天皇は、宮中で取り行われた神事に、医師たちが止めるのを押して参加し、翌1月17日、旧暦翌12日に発熱する。天皇の持病である肛門脱を長年にわたって、治療していた、天薬寮の下界、イラコ光順の日記によれば、公明天皇が発熱した1月17日、旧暦12日、周佐寺、天皇への処方。 朝薬を担当する、主治閣であった、高品慶由が診察して投薬したが、翌18日、旧暦13日になっても病状が好転しなかった。翌19日、旧暦14日以降、イラコ・ヒカリ順など、他の転薬療医師も次々と招集され、昼夜詰め切りでの診察が行われた。翌年1月21日、旧暦慶応2年12月16日、 公開経由らが改めて診察した結果、天皇が闘争、天然痘に罹患している可能性が浮上する。周佐時の高品は闘争の治療経験が乏しかったため、経験豊富な小2回2名を招集して診察に参加させた結果、いよいよもがさの疑いは強まり、翌22日、旧暦17日に武家転送などへ天皇がもがさにかかくことを正式に、 発表した。これ以後、天皇の配信資格を持つ医師総勢15人により24時間交代制での治療が始まった。公明天皇記によれば、医師たちは天皇の病状を御用対処として定期的に発表していた。この御用対処における発症以降の天皇の病状は一般的な闘争患者が回復に向かってたドルプセス通りに進行していることを示す。 御順章とされていた。イラコ光順の日記における12月25日、新歴1月30日の上には、天皇が単がひどく、他の医師二人が体をさすり、光順が公約を張り、他の医師たちも御所に、昼夜詰め切りであったが、同日位の時、午後11時過ぎに放御されたと記されている。中山忠康の日記にも、 ご休血よりご脱血等という娘の稽古から報じられた壮絶な天皇の病状が記されているが、法御の事実は、被され、実際には、明日となった1月30日、旧暦25日にも、駅ご期限のう非正ためこう、ますますご期限が良くなられましたという内容の雇用対象が提出されている。天皇の法御が公にされたのは2月3日。 旧二29日になってからのことだった。公明天皇は前日の通り悪性の時、公門脱に長年悩まされていたが、それ以外では至って創建であり、前出の中山忠康日記にも、近年お風など、一行御用心も、不比優護創建に否にをもむき存外の儀驚き、近年お風の心配など一行にないほど高創建で荒らせられたので、 闘争などと存外の病名を聞いて、大変驚いたとの感想が記されている。その天皇が数えで36歳にして、抗議してしまったことや、幼少の牧師とし親王が即位し、それまで追放されていた親長州派の苦行らが、続々と復権していった状況などから、直後からその死因に対する不信説が漏れ広がっていた。その後、明治維新を経て、 皇室に関する疑惑やスキャンダルの公言はタブーとなり、学術的に公明天皇の死因を論ずることも長く封印された。一方で1909年、明治42年に伊藤博文を暗殺した安重根が伊藤の罪として公明天皇殺害をあげるなど、交換での噂は消えずに流れ続けていた。また1940年、昭和15年7月、 日本医師学会関西支部大会の席上において、京都の産婦人会で、医師学者の佐伯一郎が、天皇がもがさに罹患した機会を捉え、岩倉智美がその妹の助官、堀川の子を操り、天皇に毒を持ったという旨の論説を発表している。第二次世界大戦後に、広告士官を背景とした、言論統制が消滅すると、変死説が、論壇に出てくるようになった。 最初に学問的に暗殺説を論じたのは、公明天皇は病死か毒殺か、公明天皇と中川などの論文を発表した歴史学者、根津正氏である。根津は、医師たちが発表した御用対処が示すごとく天皇が順調に回復の道をたどっていったところが、一点急変して、苦悶の果てに放御したことを鑑み、その最後の病状からヒ素による毒殺の可能性を推定。 また犯人も戦前の再起説と同様に、岩倉首謀、堀川実行説を唱えた。ついで1975年、昭和50年から1977年、同52年にかけ、前述のイラコ光順の配信日記が、滋賀県で開業を営む親族のイラコ、三鷹によって、滋賀県医師会法に連載された。この日記の内容そのものは、ほとんどが、 客観的な記述で構成され、天皇の死因を特定できるような内容が記されているわけでもなく、イラコヒカリン自身が天皇の死因について試験を述べているようなのでもない。だがこれを発表したイラコミツタカは断定こそ避けているものの、ネッツと同じくヒソ中毒死を推察させるコメントを解説文の中に残した。公明天皇暗殺説を唱えるものの一部。 鹿島昇ノなどは、さらに、ムツヒト・シ暗殺説を唱えることがある。すなわち、明治天皇は、牧・ヒト氏・シンになりかわって即位した、別人、大室ムトラの優であるという説である、天すり替え説を参照。当初この論を主張した、鹿島の説では、大室は、南朝の末裔であるとされ、いくつかの根拠が挙げられたが、陰謀論の息を出ていない。 すり替え論の論議が進むと、鹿島の預かり知らぬままに、根拠の希薄なまま大室は、長州、山口県の田伏地区出身であるなど唱えられ、説は、瞑想を続けている。この説の根拠としては、古べっき像写真に、明治天皇が写っているという説がある。1989年、平成元年から1990年、同2年にかけ、 当時名城大学小学部教授であった原口清氏が2つの論文を発表する。公明天皇の死因について、公明天皇は毒殺されたのかというタイトルが付けられたこれらの論文の中で、原口は、などから、医師たちによる雇用対処の特に20日、新歴1月25日以降に発表されたものの、内容について、その信憑性を否定し、 これまでの独殺説の中において根拠とされていた順調な回復途上での急変という構図は成立しないことを説明。その上で、公明天皇は四販政闘争によって崩御したものだと断定的に結論付けた。また原口は別に記した論文の中で諸資料の分析から岩倉が慶応2年12月、 新歴の1867年1月から2月の段階では、当、内幕の意思を持っていなかったこと、孔明天皇の崩御が、岩倉の中央政界復帰に直接結びついていないことなどを指摘し、岩倉が天皇暗殺を企てていたとする説についても、否定した。原言説が発表された後、毒殺説を唱える。 歴史学者の石井隆がこれに反駁したことにより、原口と石井の間で激しい論争が展開されたが、両者とも物的証拠がなく、決着には至っていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。